リンハローパラレルリンリンパラレルのリットです。はい、メロン第2弾でございます。いやー、今日はね、開けてまあ置いといてるだけなんですけれども、うん、今日はいっぱい食べてるね。ただ手にマシュマロ持ってるんだよね。さっきその汁と汁じゃないので分けてやってたんですけど、汁の方にマシュマロをね2個ほど置いといたら1個だけ持ってますね。ギョロちゃんは出てきてない。自己姫なのでね、仕方ないですね。この子は全然自己自分も言わない。おっと、迷惑そうにはしてる。ういうい。まあ多分ね、朝になったらなくなってると思います。この状況だとご飯もね、もう食べ散らかした後なんで、ペッペカスとうんちしか入ってねえや。そう、ストで、あれするけど、汚ねえや。いやー、ほんと、メロンはね、意外と食べてくれましたね。この間は、たまたま私の目の前で食べてくれなかったって感じですかね。いやー、良きでございますね。あとはね、メロンがもう一玉あるから、もう一玉をどうするかってところですね。まあ私が食べてちょこっとまたあげて、で皮の部分って食べるのか微妙だから、そっちは捨てようかなと思います。はい、そしてね、山椒のゲージの方も少し変わりまして、中の温度もあんな感じで見ながらねやっていけます。うん、いい感じ。まあこれはこの間でもシェフィーの動画でチロッと出てたね。シェフィーは今、あ、シェフィーはこっちだわ。で、ロペ様はね、そこです。ハルとね、うららちゃんはね、もう2週間とか3週間もしないうちに一回帰ってくる予定にしてます。はい、って感じですね。ということで本日のリント日記、またハロくんたちにね、メロンをあげてみたという動画になります。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。